ありがとうございます。などお預かりいたします。ありがとうございます。1000円で1万3000円で9000円買ってるから、本当は9000円買ってるんだけど4万円ぐらいしちゃうんだけど、誰か欲しいものリストに入ってるから送ってよ。ふわっちのね、プロフィール欄もしくは YouTube のね、ティンバーランドのスニーカー買えたのにな。まあでも欲しい方は4万円するから、4万円なんとかならないかよ。誰か欲しいものリストか送ってください。いいんだよ別に送ってくれたって欲しいものリストかな。何みんな気にあれなの、炎上してんの。全然あの送ってくれたらもらえますよ僕。もらえるもんはもらえますからね。そんなもんアイテムにしたかって何にしたかってもらえるもんはもらえますから、そんなん心配しやんでも。なんで誰もくれないの、なんなの本当に。はあ、カンカン買いに行か、カンカン買いに行かないです。ああ、今日電気代を払ってさ、電気代を3ヶ月分も払わされてさ、電気代すごい高かったんだけど、1300円と360円と360円と、ね、でガス代も1400円ぐらいで、電気とガス、電気代3ヶ月分とガス代1ヶ月分払わされたんだけど。うちオール電化なんだけど、事務所じゃない、事務所は電気代はあの込みで払ってるから、あのまあまあデリヘルの事務所とあのお姉ちゃんの風俗、うちのね店の寮の方なんだけど、 あの寮住んでる、なんか電気代がべらぼうに安いけど住んでる、ちゃんと1600円とかって電気ほぼ使ってないだろ。びっくりしたんだけど、 2LDK のマンションなのに電気代が1600円ってびっくりしたんだけど、引くわ。帰ってきてないんじゃない、もしかして電気つけてないのかな。でもいつ行っても電気つけっぱなしなんだけど、あいつらどういうこと、よくわかんないわ。なんかもう配信ネタもないし、どうしたらいいのかね。もう帰ろうかな、明日もすることないけど帰ろうかな。もうあのルート6は外れたのはもう確認してるから帰ろうかな。明日のロト7キャリーオーバー中だけど帰ろうかな。昼家にいて夜外に出てるんか。まあまあ夜、いや別に昼夜関係なく、あの、ね、眠たい時に寝て起きた時に外出てる感じ、うん、でパチンコだけまあ2時間ぐらいちょろっと来てね、うん、今日も2時間で時給9000円だから時給4000円ぐらい。これで YouTube の収入が月50万、60万、90万、100万、180万あったらな。どうやったら YouTuber なやるんだろう、本物の。なんかもうエセ YouTuber はしんどいんだけど。何にもお金入ってこないんだけど、YouTube から。どんな動画さにしたら何、あの、いっぱい来んのかね、本当に。うわぁ、店員のブサイクのお姉ちゃん歩いてるわ。お姉ちゃんだけど見てあくびしてんだよ最後のお姉ちゃん、ドス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 って歩いてるわ。なんかいいことないかな、もう帰るだけかな、帰るしかないか、帰って
てさ、嫁と晩酌しててさ、それ配信して楽しい？それ見る？見ないでしょ。だから昨日もあのマックスバリューでね、あの4000、5000の買い物して家帰って2人で食べながら、あ、これ配信したら羨ましがるやろな、ざまって思う、ざまって言えるなと思いながらも、結局ね、あの2人で、まあ、食べ食って飲んでそのまま寝ただけなんだけど、そんな人の飯食うてる動画見たって楽しくないでしょ。楽しいのそれ。いや、よくわかんないんだけど、あの先説とか道説とか言ってるけど、なん、そう、楽しい、全然意味がわかんないんだけど、それ楽しいの。いや、うわ、変なもん食ってるこいつっていうのを見る動画だったら飯うまかもしれないけど、そんな豪華な飯食ってるとこ見せたかって、あんたたちどうせあれでしょ、あの飯もまずでしょ、うん、ちなみにね、 iPhone あのキャッシュバックで300円ぐらい入ってたんだけど、それでドル円をもう最ギリギリポジるだけポジったら、ね、300円ぐらいのキャッシュバックがあって、誘い機が203円だから、今ね、有効保有額がね523円523円でどうすんねんこれ。一回利確してまた別のもんポジるか。500円じゃ何もポジれないだろう。同級生を救いたい、別に救いたくない、中をいけるよ。 iPhone の有効保有額522円もあるから中をいけるよ。520円になった、525円になった。でももうね、この間中をいった時の動画があのなんか著作権かなんかで引っかかってて公開されてない、非公開になっちゃってるからか、あの全然アクセス数がないんだけど、あのうちの近所の中をね、あのスタッフの教育なってないから、器とかめっちゃ汚いんだけど、コップも汚いし、なんかもうお茶も飲む気もないし、なんか飯もまずく感じるんだけど、せっかく材料はね、普通の材料だから、まあまああの値段にしたらまあまあじゃないって思えるのにもかかわらずね、なんかもうその店の雰囲気が全てを台無しにしてる。あの店、あの大学生のねアルバイトの子だと思う、すっごい雑で、もうコップとか汚い、もうこれ洗ってないのそのまま回し使い回してるやろお前の店っていうぐらいの汚いコップが出てくるんだけど、もうその時点でもうげんなりしてんのに、なんか器とかもどれもこれもなんかあの下から持ったらこうね、ネトネトしてね、ぐちゃぐちゃ、もう汚らしいんですよほんまに。もうね、食器、あの自動のね食器洗浄機に放り込むだけやねんから、ラックに入れて放り込むだけやねんから、さっさと洗えよ。何洗わんとそのまま汚い、なんかひっくり返しただけのコップそのまままた使い回ししてるみたいなね、そんなことしてんの。そういうことするとね、ファミレスでもそれで何件も潰れたことあんの今まで、マジで。そういう評判ってすごいすぐに回るからね、まして今時ね、このネット社会でね、 Google なんかにちょろっと書かれたらもう一発アウトよ。しかももう書かれてるしね、その店。まあ味はまあまあだと思うんですけど、なんかもう何ありがなくてこれがなくてとかね、汚くてとか、もう俺以外の人もみんな言ってるから、もうね、そもそもあの店もダメだわ、うん、でそれはまあバイト、まあね、本人のバイトの君本人も悪いんだけど、それを教育できてない社員も悪いからね、あれ。まあ引いて言えば店長のせいやしね、まあ引いて言えば本部のせいですよ。あれ中もあれか、フランチャイズか、あれは、うん、飲食は衛生面は気をつけるの、そうでしょ、うん、衛生管理者だの防火管理者だのとか書いてあるけど、衛生管理者しかもね、なんだったかな、下の名前なんとか舞ちゃん、違うな、なんかね、あの衛生管理者は おばちゃんの名前になってたけどね、うん、足元すくわれかね、そうそう、そうなんでね、ちょっと生食出したら、あのまあ今から冬場だからまあ少ないと思うけど、ちょっと食中毒でも出したら一発アウトやからな、あんなもん、うん、もう汚らしい、マジで。前の僕無理なんですよ、僕昔あの外食ファミレスでずっと働いてたから、あの汚いの無理なんですよほんまに。だってあの食器洗浄機のちょっとしたシミが残ってるだけでも嫌やからね、あのなんていうの、あのコーヒーとかあのデカンタのお湯で拭いて出すぐらいね、それぐらい気使ってたのに、今時のやつは何にも気使ってないな、汚い器そのまま平気で出しようなあいつら、バカなの。そこで働かさせていただいているね、あのという意識が全くないのよ、うん、
だってあの学生だか何なのか知らないけどね、あの社畜奴隷を選んだ時点でもう言うことを聞かないと仕方がないわけですよ。自分では金を集めれない人間なんだからね、そういう世界で働いてるってことはね、その世界でまあ飯を食っていくんだと、その世界のプロフェッショナルになる必要があってね、あのまあ社畜の時点でね、あの誰だったかな、ほらドバイ行っちゃったあのおデブちゃんが言ってたけど、社畜の時点でね、もうあの思考回路を停止してるんですよお前らはっていう話をね、あのちょろ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 動画とかで言ってるのが聞いてね、あまあまあそれも一理あるけど、それだからこそね、今時の社畜はレベルが低いって言われるんですよ。社畜であろうとやっぱりね、思考を停止したらダメですよ。社畜であろうとその中で人よりも秀でてね、多少でも秀でて、だからこそ時給もアップするし、自分の給与もアップするし、あのボーナス、ね、あの賞与も上がるわけですよ。そういう考えがないの今時のやつらって、なんかもう教わったことだけやりゃいいみたいな、その教わったことすらできてないしね、あわよくばなんか店の中であのバカッター取ってね、SNS 上げて炎上して終わるんでしょ人生。もうバカしかいないよね今時本当に。もうあのバカしか、世の中の大半バカなんだけどね、あの人間の7割8割はバカなんですよ。あの偏差値50よりも下なんですよね、偏差値70、80はおらんけど、70以上の人っていうのはね、ほんの一握りおるけどね、その人たちよりもね、やっぱり偏差値より偏差値50より下の人間の方が多いわけですよね。もう0点の偏差値33とかね、そんなもんいるわけですよ、ね、まあわかるけどね、もうそのレベルがね、どん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 ね低くなっていってるような気がする、僕のティンティンはね、思考停止じゃなくてね、勃起停止してるけどもね、そうそうそう、発育不全、勃起不全症候群ですけど、ドバイに行っちゃったあのね、コデブちゃん、なんとか翼とかね、あと誰、あのほら、あのたまにあのテクサの仕事とかであの暗黒放送と絡んでたあのひろゆきとかね、あの人らも言うてるけどもね、あれですよ、社畜である以上をね、搾取されて当たり前なんだよ。だってお金を集める仕組みを自分で作れないんでしょ。自分でそのお金を集める仕組み作れないんだからね、その組織に所属するしか能がなくてね、だからこそね、その組織に搾取されて当たり前なんですよ。それが嫌だったら自分で事業をしろ、起こせよってことでね、もう起こす事業はしたくはないわ、でも金は欲しいわってね、もう世の中舐めすぎのやつが多すぎる本当に。もう社畜、自分で事業起業できなくてね、できないんだったらもう諦めて搾取され続けろよ。ね、その搾取される率をね、自分で減らす方法を考えなさいよ。それは全く考えないくせに金だけはよこせね。でも自分で起業する、そんな不安定は嫌で、安定した仕事がいいね。だから一流企業に勤めたいとかね、もうバカでしょ本当に。もうそういうやつはね、一生伸びないわ。まあ親もね、高校生とか大学生って就職活動の時は大きな企業に勤めたらとかね、うちの旦那はうちの子供はこういうとこ勤めてますのザーマスのよみたいなね、バカなババアが多いけどね、そういうやつらはね、もうなんかもう明治時代とか大正時代でね、思考停止してるのよ、ね、そうそう、安定なんかしないから、一流企業だから安定なんていう時代はね、昭和の初期、戦後でもう終わってるんですよ。わかりますよね、高度成長期で、もうバブルが弾ける前、バブル期で終わったんですよ。それをね、自分らでね、バブルを弾けさせてね、自分らが一流企業に詰めれなかった大多数のやつらがそれを崩壊させといてね、で自分らの子供がでかになった時に一流企業に詰めさせる、もうバカなの。そもそもお前の子供偏差値50もないんだからね、一流企業なんかに詰めれるわけないだろうね、偏差値60もないやつがね、一流企業なんか勤めれるわけないんだよ、バカなのかよ、バカはいくら育ってもバカしか育たないんだからね、どっか の変な親子見たらわかるでしょね、あんな変な頭のおかしい親がね、子供を育ったらね、子供あんなの子供になるわけですよ。普通だったらね、30になる前にね、25、6くらいにね、社会に出て自分の親が言ってたことを実際のリアルな社会と比べてね、親が言ってることもまあ正しい部分もあったけど、間違ってる部分、まあ親も間違うんだなっていうことを理解してね、その親を許しつつね、自分が成長してその親をフォローしていくのがね、人間っていう生き物なのにね、どっかのバカ親子はね、親が言ってるからそれでいいんだよね、親がそうだったから俺はこうなった、親のせいなんだよね、そんなバカなのよ、もう人間しかいないんだから。潰れてる会社潰れ、そうですよ、だから一流企業だから 安定とか安心とかね、もうバカの極みですよそんなの、銀行屋さんでも潰れるのにね、
保険屋さんなんか合併しまくってんのにね、何がしたいの、証券会社もつまくったでしょ、何がしたいの、なんそんなんでもまだ一流企業とか言ってバカなの。だからもうあのね、なんか夢物語見すぎ。そんなね、残っている今の一流企業に自分の子供がね勤めれるとかね、どういう神経、何、まあもし仮にじゃ あの100歩100万歩譲って奇跡的にねどっかの一流企業にあなたの息子が雇われた雇用されたとしましょうよ、続くと思うねえ。ほんの 2,3 ヶ月で解雇されるか、もしくは懲戒免職されるかね、自分で辞めるかどれかしかないんだから、そんなことも分からずにね、うちの息子できるわとかね、もうバカの極みでしょ、本当に。世の中バカしかいないから、大半バカだから。うん、だからこそね、何、世界規模で考えても分かるじゃないか。だって7歳の YouTuber が25億円稼ぐんですよ。ね、7歳の YouTuber が年収25億円稼ぐんですよ。ねえ。あなた方が一生かけても稼げない額をね、7歳の YouTuber1 年で稼いじゃうの。下手したら1年どころか1ヶ月で稼いじゃうのよ。あなたたちが一生かけて稼ぐ額を。わかります ?25 億なんだから年収。うん。ね。そんな世の中なのにね、まだ安定だのね。アホなこと言うてんの。もうお前の息子なんか脳がないんだからね。もうそんな安定とか求めるなよ。一流企業に勤めてほしいとかわけのわからん妄想抱くなよ。生きてるだけでも丸儲けやろお前らレベルは、うん、そんなやつら、そんなやつに限ってね、理想ばっかりはでかいこと言うくせにね、今日もおったけどね、パチスロー打っててちょっとハマった台をガン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 投げるんですよ。バカだのこいつみたいな、もうそれをその横で打ってるだけでももうげんなりみたいな、ちょっとレギュラーが連チャンしてビッグデーが、ね、常連のくせにね、カードにコインを5000枚もなんか貯蓄ちょだましといてね、それ負けて帰っていってね、うん、ああ余分なんだろうなと思いながら、うん、まあ、この12月でもね、僕はもうプラス息ですからね、今日も日当9000円ですよ。なんなら1箱飲まれて9000円ですから、ね、ほんまやったらだから2万9000円、まあ、下手したら3万円ぐらい今日1日買ってたんだけど、すごいショックだ。もう2万円負けた気分だわ今。実際9000円買ったけど2万円負けた気分だわ。すごいショックだわ。ようペカったな。5連チャン、4連チャン、2連チャンしてから単発3発3発になっちゃって。中を行かないですよ。お家帰ってご飯食べるから中を行かないよ。ああ疲れた。まあそんなこんなでね。そんなこんなですよ。雨降ってるからさ、せっかく車汚いから洗おうかな思っても、昨日も雨降って今日も雨降ってるからまだ洗えないんだけど車、うん、どうしようかな。かといって今から長堀行く気もないしね、うん、あっちの出入りの事務所に近づく気もないし、どうしたらいいの。もう帰っていい、これ帰っていい、これもう帰っちゃっていい。今日何、雇用統計か、違うよな、今日何日よ、13日は先週が雇用統計か、7日が雇用統計だったのね。はあ、うわ、有効保有額590円になってるんだけど、左損益276円、有効保有額597円になって、あ、600円超えた、603円になったんだけど、すごくない、うん、ゼロから600円になったんだけど、雨の中クックロビンとか踊ったらもうおかしいでしょそんなの。あー、ちょっとどう、うちの YouTube はどうしたらいいんだろう。チャンネル登録者数も1000人超えてるしね、年間視聴時間数も4000時間超えてるから、僕は Google AdSense からの収入は得れるんだけど、いかんせんね、アクセス数が伸び、アクセス数が伸びないわ。再生時間もたまにちょび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 上がったりするんだけど、もうどうしたらいいのかね、うん、ね、古い動画は再生されなくなっちゃうな、あれって。消した方がいいのかな、古い動画でいらん動画消した方がいいのかな。でもなんかで引っかかってまた来るかもしれんと思うと、なんか消すのはもったいないな気がするのよね。今もう YouTube の動画2000本以上上がってるから、2100本ぐらい上がってるから、うん、雨の中ジャグラーダンスは嫌です。雨の中嫌です。どうやったら YouTube の再生バズんのかな。もうだから最近ね、まあ、大体ね、YouTube とか、まあ、何でもそうなんだ、Twitter とかでも何でもそうなんだけど、大体基本的にね、女の子、
ね、女の子に制服着せて谷間生足、もうこれ基本、ね、あと子供、最後動物、もうこの3点セットさえやっとけばね、コンテンツなんて何もなくても再生されるから YouTube なんて、うん、それ一つもう一つもないのにもかかわらずね、あの年間視聴再生時間4000時間超えてるんだよ、うん、題名オラファエルにしたところでやと思うけど、それってカルマみたいなんでいいんじゃないの、カルマに会いに行くみたいな、なんだかんだ言ってラファエルとかヒカルってすごいよね、うん、それ考えると、うん、だって動画上げりゃとりあえず1万10万回再生されるんでしょ、うん、あのレベルを維持しようと思ったらやっぱりね、さす多少炎上っていうかね、もう考えないと無理なんでしょうけど、まあ例えばよ、例えばあのチャンネル登録者数が延べ、まあ、4チャンネルぐらい持ってたとして、まあ、まあ僕は1チャンネルだからいいんだけど、まあ、1チャンネルでもいいけど、3万から5万人ぐらいいれば多分ね YouTube だけで飯食えると思うんだけど、安代にラファエルのなんで嫁をラファエルにせなあかん、おかしいだろそれそれおかしいだろ、はい皆さんこんにちはっていうの、待機所におる女全部細工、はいどうも皆さんこんにちはということでね、待機場にいつもいてる女はね、ブープサイクっていうのは僕が言ったわけじゃなくてね、あの僕の指名しているあの気にの女の子が言ったセリフですとか、わけのわからんこと言いながら会話始まんのそんなお下品動画でいいのなんとかならんかな、ほんまに、はあ髪型を光るのか嫌だわあれは嫌だわ、どうしたらいいのかね、なんかもうあのヒカルラファエル以外ってあの何 レペゼン地球とかどこ消えたの、なんかもうみんな消えてってない、なんかなんとか TV になんか2人ぐらいいてたやつもなんかそのなんとか TV をやめてうんぬんかんぬんとかなんかもうそんなばっかりでしょ、だからコラボは別にあのしたいとは思わないの、あの元気なおじいってちょっと調べてみたらあの面白いおじいちゃんいてるけど、なんかのレビューを一生懸命してるけど、なんかなんかこう、いやそのおじいはあのチャンネル登録者数も1000人超えてて4000時間超えてるからね、YouTuber になるためにはみたいなことを一生懸命やってるけど、でも多分そんなに稼げてないと思うんだけどそれよりもスーツくんの方が稼げてんじゃない、全然スーツくんすごいよね、あのスタイルが一番いいと思うよ、柴田みたいに悪口配信したところで、多分僕が悪口配信、大手の悪口を言ったところで誰も見てないから、全く炎上もしないから。うん。ね。プロレスリング柴田参上、ね。スーツくんっていまだに多分編集とかしないんじゃない、テロップも入れてないんじゃない、なんか一時テロップ入れて編集しようとしてたけど、彼はあのスタイルを貫いた方がいいよ。あ、そうそう、10分になりましたので、ありがとう、ご視聴ありがとうございましたって言ってるね。あの、ノー編集のあの撮った動画をそのままあのアップしてるっていう、あれが一番ね、あれが僕の理想、編集なんてめんどくさいし、柴田でーすレボリューションって言いながらね、今日来たホールはね大阪市北区の某ホールです、大阪はあの告知もできなければね、あのホール名出せないから、だから多分僕が毎日通ってるあの僕のあのマイホーはね、あの多分僕の存在に気づいたんだと思うんですよ。で、気づいてるから、まあ、宣伝のために僕はね、遠隔操作で出してくれてるような気がするんだけど。遠隔操作で出してくれてんちゃうかなと思いながら。まあ、そんなには勝たへんけど、まあ、ちょこちょこ出しといて、あ、こいつが行ってるホールってどこなんだろうって言って、こいつ、あの、僕のね、動画を一生懸命見たら、あ、イクノックのここかみたいなことになってね、で、そこにあの、客側は押せないかなみたいなね、淡い期待をしてるんじゃないかなと思うんだけど、パチンコ屋のホールさんね、まあ、期待しといてくださいね。多少は多分ね、あの、常連さんの中では僕が、動画撮ってて、もう YouTube にアップしてるっていうのは、もう、結構知られてるみたい。ぶっちゃけ。チラチラ見られるもん、もうチラ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 見られるもん、もうめんどくさいんだけど、もう見ないでと思いながら、僕の趣味でやってんだから別に見ないでくれたっていいじゃないみたいな、動画撮るぐらいいいじゃないと思うんだけど、僕が YouTube にアップしてるところまではもうバレちゃってるみたい、うん、そうそうそう、
ただ新規のお客さんを呼ぶ力はさすがにまだないわ、うん、ただまあ、こんなおっさんが適当に売ってるジャグラーでもね、あの月間これぐらいプラスになるんだなぐらいの宣伝だったら別に効果的じゃないかな、うん、まあでも今ねこれ12月の上旬でまだ中旬かでまだプラスやけどこっからマイナスに落ちていったらねやっぱこの店もあかんのかっていうそういうことになるのでね舞穂さんね舞穂の店長さんねぜひ僕を見かけたらね遠隔で僕を出るようにしておいてくださいね、うん、毎日毎日僕にコインねメダルを、ね、2000枚3000枚出しておいたらねあこの店出てんねやなっていう宣伝にはなると思いますよ多少のうんで今の常連をね少しね出来にしやなあかん大どつくやつ多すぎる、うん、店ね大どつくやつ多すぎるほんまに常連のくせにで常連のくせになんか隣の台と掛け持ちとかねもうそんなことするクソな常連が多すぎんのよあそこあと手袋をしてるおっさん二人に気持ち悪いんだけどなんで手袋をしてるまでスロットすんのもうスロットなんかやめたらいいじゃない手袋をしないと打てないんだったらマックスバリュー行かないですよ今日は、うんね、本当にそんな感じかなあとはつるんでるやつらもう鬱陶しくなってきたな最近なんか 4,5 人でつるんでギャーギャービービーワ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 ー言うてるやつらねもう鬱陶しいんだけど本当に声でかいし笑い声とかでかいし、うん、で店員の裏のところで掛け持ちしたり台座ついたりしてる時に店員来てできるできるもうできるべっきりもう知らんがなそんなもんみたいなもうあいつらをねとりあえず出禁にするもしくはね今あるチョメダル全部吸い上げてねもうとっとと出ていくようにしたったらいいんですよあれ外野他のお客さん減るよあんなもうの話にしといたら本当にこれからのパチンコ屋さんはねもっとお上品なお客さんを捕まえていかないとねもうあんなどうでもいいねバカな偏差値30レベルの客はもういらない養分ほんまの養分はもうね完全にもう一回もペカらさずね毎日毎日追い返したいのよ3万円4万円突っ込まさせてのペカで帰らしちゃったらいいんですよそれでも毎日来るからあいつらアホやから何の宣伝にもならないでしょあんな奴らを言いたって、うん、他のお客さんの迷惑になるだけだから他のお客さん怖がってでこ近寄らなくなるよ、うん、僕は堂々と横で適当に売ってるけどねああメガホンありがとうございます、うん、本当にでね僕に遠隔操作でねいっぱいコイン出しておけば、うん、YouTube の動画に載りますからねわこいつ毎日に2箱3箱出してんな3箱4箱出してんなすげえなここのジャグラーこの店なんていう店なんだろうこの店なんていう店だっけいい店だねねそういう宣伝効果がねじわじわ出てくるからね前方の店長さんね僕を見かけたらぜひ遠隔でお願いします。